私はミカ、35歳。彼氏はいるものの、まだ結婚しておらず、実家で暮らしています。私には妹がいるのですが、妹のマヒルは昔から美人で、近所でも評判になるほどでした。おまけにすらりと長身で、スタイルも抜群。昔からチヤホヤされていたんです。逆に私はというと、美人なマヒルとは違って、これとして取り柄もない顔をしています。まあ、マヒルに比べると、月とすっぽんくらいの差があって、いわゆるブスだって言われてきたんです。姉妹なのになんでこんなに似てないのかな、なんて幼いながらに思っていました。マヒルはそんな私を成長とともにいつしか見下すようになっていきました。マヒルは大学を卒業後、付き合っている彼氏と同棲すると家から出てからというもの、正月の時くらいにしか実家に帰ってきません。でもある日のこと、マヒルから連絡が来ました。お姉、元気してる？してるよ。久しぶりだね。お姉ってば、まだ実家暮らしなんだって？35にもなって恥ずかしくないの？別に、ちゃんと仕事してるし、実家暮らしの何がいけないの？ぶっ、それ本気で言ってんの？だから結婚できないんだよ。あんたには関係ないでしょうが、彼氏もいるし、いつかは結婚しようと思ってるわよ。彼氏？男いるんだ。物好きもいるもんだね。ああ、絶対金目当てだわ。それか、お姉と同じレベルのブサイクか。彼はそんな人じゃないわよ。どうだかね。小学校の頃の同級生だから、昔から私のことよく知って。え？もしかして、小学校の頃にお姉と両思いだったあの陰キャ？ええ、そうよ。でもね、彼、陰キャじゃなくて、おとなしいだけなの。同窓会で再会して、付き合うようになったのよ。やっぱレベル一緒ってやつじゃん。うわぁ、やっぱり醜い同士くっつくもんだね。醜い？そうかしら。彼はイケメンよ。仕事にも真面目だし。お姉のイケメンって、あのレベルなの？うわぁ、終わってんじゃん。私の婚約者見たら、びっくりするよ、きっと。イケメンってこういう男のこと言うんだってきっとわかっちゃうね。婚約者？結婚するの？そうだよ。お姉より先にね。悔しい？悔しいよね。でも悔やむなら、その自分の醜い顔を悔やんでね。何よそれ。皆さんどう思います？ひどいでしょ？これが私の妹なんです。まったく、どうしたらこんなにひねくれた性格になるのやら。やっぱり両親や周囲の人に美人だからって常にチヤホヤされ、今まで一度も困ったことがない。困ると必ず誰かに甘えて何とかしてもらうような人生を歩んでくると、こうなっちゃうんでしょうか。両親は今や甘やかして育て、すっかりわがまま放題のマヒルの言いなりになってしまうほど気弱なんです。それからしばらくして家にマヒルの結婚式の招待状が届きました。でも私の分だけがありません。発送し忘れているのかと思い、マヒルが帰ってきた時に聞いてみることにしました。ねえマヒル、私の結婚式の招待状がなかったんだけど、忘れてない？は？何言ってんの？お姉を結婚式に呼ぶなんていつ言ったのよ。え？姉がブサイクなんて私が恥かくじゃん。だからお姉は忙しくて来れないことにしたの。え？ちょ、何それ。ああ、でもお祝いはもらうから、妹なんだから祝ってくれるよね。本当は100万くらいがいいけど、まあ10万くらいで許してあげるよ。何様のつもりよ。そうやっていつもいつも私を見下して。私はつい怒りをあらわにしてしまったのですが、マヒルは両親を味方につけてきました。当然、昔からマヒルの言いなりだった両親は私のことをかばうこともありません。パパ、ママ、お姉が私の結婚式めちゃくちゃにしようとしてる。マヒルちゃんが嫌だって言うんだから諦めなさい、ね。そうだぞ、妹に嫉妬するなんてみっともないぞ、ミカ。ちょっと待ってよ、私、嫉妬なんて。とにかく、マヒルの結婚式には出席するんじゃないぞ。そうよ、主役はマヒルちゃんなんだから。そんな。両親の言葉に私は
胸がぎゅっと締め付けられるような感じでした。もう何を言っても無駄なのね。そう感じた私はついに縁を切ることを覚悟したのです。それと同時に今まで虐げられてきた分、こいつら全員お返しとして必ず地獄を見せてやると決意しました。あっそう、上等じゃない。私実家を出るわ。はあ、勝手にしなよ。お姉がいなくったって何も変わんないんだからさ。まひる、あんたは知らないだろうけどね、お父さんもお母さんも会社クビになって今は私の稼ぎで生活してんのよ。え、嘘。じゃあ毎月の仕送りは？あんたに毎月10万仕送りしてたのは私の給料から出てたのよ。それもやめさせてもらうわね。別に私の婚約者は一流企業に勤めてるし、これからはお金に困ることもないから。そう、それはよかったわね。お祝いはくれてやるわ。でも今後一切私に近づかないで。うわーい、喜んで。私はそれからすぐに家を出て一人暮らしを始めました。両親からは何度か助けてくれと連絡がありましたが、私はすべて無視してやりました。それから数週間後、まひるは結婚式を無事に終えたようで LINE のアイコンが変わっていました。家を出て半年後、付き合っていた彼氏のシンジからプロポーズをされました。私はもちろん OK。 結婚への道を確実に進んでいき、結婚式まであと1ヶ月という時です。再びまひるから連絡が来たのです。お姉、結婚するんだって？あんたそれ誰から聞いたの？へへへ、私の情報も舐めないでよ。相手はまさかとは思うけど、あの陰キャ彼氏くん？そうだけど、それが何？お祝いしてあげようと思ってさ。お似合いの二人の姿、さぞかし見物だろうなって。あなたを招待するつもりはないわ。まあね、婚約者が私に惚れちゃったら大変だもんね。そういう意味じゃないけど、お父さんもお母さんも結婚式には呼ばないわ。とにかくそういうことだから。じゃ、それから真昼から連絡が来ることはありませんでした。そしてとうとう結婚式当日、真昼はあろうことかドレス姿で会場に現れたのです。真昼？どうしてここに？やっほー、地味な新郎新婦だろうから花を添えてやろうかと思ってさ。はあ？最悪。私は頭が真っ白になってなんだか泣きそうになってしまいました。シンジと幸せになりたいのに、どうしてここに真昼がいるの？どうして？涙が溢れそうになるのをこらえていたんです。その時です、シンジが私たちの方へと歩み寄ってきました。真昼はシンジを見て口をポカンと開けたままフリーズしています。イケメン。こんにちは。こんにちは。ミカ、この人は？ミカって、お姉の知り合い？あ、ええ、婚約者のシンジよ。いや冗談きついって。あんなイケメンがお姉の婚約者なわけないでしょ。マヒルがそう言うと、シンジはにっこりと私に微笑みかけ、私の肩を優しく抱きました。本当だよ、俺が世界一幸せなミカの婚約者なんだ。マジ？君はミカの妹さんなんだね。お姉、あの陰キャ君じゃないじゃん。新しい男見つけたならどうしてそう言ってくれなかったのよ。新しい男？私はずっとシンジと付き合ってたけど。嘘、あんな陰キャがこんなイケメンに変身するわけないじゃん。あの頃のシンジしか見てないくせに何言ってるの。確かにおとなしかったけど、前からシンジはイケメンだったのよ。ミカ照れるな。まあ俺は昔ちょっとやぼったかったかもね。シンジあまりおしゃれに興味なかったからね。嘘でしょ、あの陰キャ君が。君のことはミカから聞いてるよ。お姉はなんて？昔から美人で人気者だったって。やっぱりでしょ。ほら見なさい、やっぱりお姉より私の方が。でも実際に会ってみたらそうでもないね。なあ、至って平凡な顔つきっていうのかな、なんか味気ない顔をしてるね。それに比べてミカはなんて美しいんだ。
ミカの鼻筋から顎にかけてのそのフォルム、まるで芸術作品だよ。ちょっと信じたら、まあ。ちょっと待ってよ、そんなひどい。髪の色もミカは甘色で艶めいているのに、君の髪はまるで湿気たノリだな。ミカは後ろ姿だけでも色気があるのに、君は後ろ姿さえもひどいな。ぶ、信じたら。ちょ、それになんだい、そのぬべっとした体型は。背が高いだけでまるで凹凸がない壁だな。ミカを見習えよ。ミカはボンキュッボンなんだから。シンジ、こらこら。くぅ、それから言葉遣いも汚いな。口を開くたびに品のなさが露呈しているよ。それに比べてミカは話せば話すほどその魅力に取りつかれていくよ。もうシンジ、本当のこと言いすぎ。くぬ、君の性別は何だい？女なのか？女としての点数をつけるとしたら0点だが、人間としてもマイナス点だな。君には人としての興味深さがまるでない。きっと結婚は無理だよ。あら、真昼はもう結婚しているのよ。え？この人が結婚？物好きもいたものだな。ぶっ、どっかで聞いたセリフ。くぅ、その男は相当目が悪かったか、メガネが合ってないんじゃないか。じゃなかったらきっとレベルが一緒なんだろうな。うわ、それもどこかで聞いたな。うぐぬぅ、ミカがこんなに麗しい女性なのにこんなに醜い妹がいるなんて、ミカの恥だな。かわいそうにミカ。ギャッ、それも誰かさんが私に言ったセリフね。私もう帰る。シンジにマシンガンのように攻められ、マヒルは真っ赤になって怒って帰っていきました。それから結婚式も無事に終えることができ、私はシンジと幸せな結婚生活を送り始めました。ちなみにマヒルは無職の両親から泣きつかれ、それが原因で旦那さんとはギクシャク、離婚を前提に別居しているのだとか。シンジ、結婚式の時私をかばってくれてありがとうね。ミカが辛そうな顔をしてたから、俺はミカの笑顔を守りたかっただけだよ。シンジ、本当にありがとう。でも、マヒルは本当に美人だったでしょ？え？俺は本当のことを言っただけだよ。あの子は決して美人じゃないよ。嘘、だって、マヒルは昔から。美しさっていうのはね、内面からにじみ出るものなんだ。そしてその内面の美しさは、やがて外見をも変えていくものなんだよ。幼い頃はそりゃ妹の方が可愛い顔をしていたかもしれない。でもね、いつしかミカがそんな妹を追い抜いていたんだよ。そんなに美しいのに今まで気づかなかったのかい、ミカ。シンジ、シンジ大好き。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。